その曲が生まれたのは1983年。田んぼでも畑でも何でもする、困りもする、だからよそさ行けなんて言わねえでけろ、ここさ置いてけろ。社会現象を巻き起こした NHK 朝の連続テレビ小説おしん。苦労に耐えながら決して諦めずに生きた主人公おしんの姿が共感を呼び、最高視聴率 62.9% を記録。そしてこの年、お久しぶりね、あなたに会うなんて。同じく朝の連続テレビ小説から1970年に芸能界デビューを果たした小柳ルミ子さんのお久しぶりねが大ヒット。大人の恋愛を情感たっぷりに歌い上げ、39万枚の大ヒットを記録して紅白歌合戦にも出場。そんな大人の恋愛ソングに挑戦するのは、女優の沢田綾子さん。ワイドショーの司会として活躍していた沢田さん、実は国立音楽大学声楽科に在籍した逸材で、歌手としてもレコードをリリースするほどの実力者。歌唱力の高さは折り紙付きです。まずは挑戦者沢田綾子さんから。小柳さんにとってはとっても手強いチャレンジャー、かなりの歌声との前評判。果たして五本家越えなるか。一体どんな得点を叩き出す。お久しぶりね、あなたに会うなんて。あれから何年経ったのかしら、私は私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。お茶だけのつもりが時の経つのを忘れさせ、別れづらくなりそうでなんだか怖い。元気でと冷たく背中を向けたけど、今でも本当は好きなのとつぶやいてみる。もう一度もう一度生まれ変わって、もう一度もう一度だった。私、ちょっとね、明日からもう一度ね、鍛え直します。すいませんけど、はい、まだ結果も何も出てないんですよ。原さん歌っててどうでしたですか。いやもうこの歌大好きなんです、はいはい、調子がいいので、だから振り回しがいい。そんな曲これこんな曲これも自分で考えてね。どんな曲これ沢田さんの得点を、はい、もう96点はいくでしょ。96点いく、はい、あんなに乗った沢田さん初めて見ましたこれ。申し訳ありませんでした。では沢田さんの点数を見てみましょう、はい、マシーンはどう見たか、どうぞ。さあ96点という予想が出てます。一体何点、何点だ、何点だ。84.287。宮川さんはどういうふうに見てますか今の。プロの方にこういうのがですけど、やっぱりね、2箇所はね、巡り、巡り合いたいのとこう、こう上げていくところが2回とも外されたので減点だと思うんですよね。ああ、そ
そんな厳密な批判いらないんですけど、そんな厳密なこと言われてもね。あれは大きく減点されると思います。ああそうですか、はい、さあ柳さん、はい、あなたさっき僕ちょっとあそこにいたら細川さんと練習してましたね。そう、さっき練習したら誰だらららあそこでできたじゃない。大丈夫だよ。ああできてんだから大丈夫でしょ。大丈夫、あそこだけベジータとあの外れなきゃ、かあの大丈夫大丈夫。頑張ります。そう、皆さんね頑張っていただかなきゃ。本家本元小柳さん、カラオケバトルの呪縛にはまり、これ以上ない緊張状態。勝たなきゃいけないプレッシャーが重く重くのしかかる。果たして細川さんとの直前練習の成果は、歌手のプライドを得点で見せることができるのか。お久しぶり。から何年経ったのかしら。少しは私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。お茶だけのつもりが時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうでなんだか怖い。それじゃあさよなら元気でと冷たく背中を向けたけど、今でも本当は好きなのとつぶやいてみる。もう一度もう一度もう一度巡り会いたいね。もう一度もう一度生まれ変わって、もう一度もう一度のね、すごく思いが今日なんか伝わったような感じはするんだけど、あの機械が思いがわからないんだ。なんだこの番組はバラエティじゃないですか。そうバラエティなの。そう言われちゃうとそれは確かにバラエティ要員もいますが、さあ澤田さんの点数は 84.287、小柳さんはその点数を超えることができるのかどうか、マシンの判定をどうぞ。さあ 84.287、 84.287 を超えることができるか。さあ小柳さん何点。あ 85.078、 見事小柳さんの勝利です。はい、だよね。まあ、これからもあなたの世界をもっともっと大きくしていっていただけたらいいな、はい、本当に素晴らしい歌を聴けてね、うんうんうん、もう本当にあの楽しかったです。本当、まだこの後対決があるのであのエンディングみたいなトークやめてください。